さあ、始まりました。無敵チャンネル。さあ、今回ですね、緊急なんですけども、無事家庭さんが共通テスト受けられないみたいなこと言ってまして、いやいやいや、困るだろうということで、え？それどうなの？って思って、で、一応明日が締め切りなんですね。はい、申し込みの。で、なんで受けられないかって言ったら、高校からの成績証明書が届かないって言ってるわけなんですよ。ただね、言ってることがちょっと変なんで、これから本人にちょっとね、問いただしてみようかと思うんです。まあ、そもそも最初になんか、まあ、受けたくなさそうだったんですよね。最初だってお金がないって言ってたんですよ。高すぎて。いや別に出すっていうか、もういつも出してもらってるじゃんっていうので、それでその言い訳はもう無理ですみたいなんでなくなって、でその後に、いや母が受けなくていいんじゃないかと言ってるんでとか、なんで自分で言えばいいじゃん、いやもう医学部どうせ受かんないと思うんでみたいな。え？で次に持ってきたのが、高校から届かないと成績証明書がないから受けられないって言ってます。まあ速達で送ったと、送ったんだけど向こうから送られてこないっていう風に言ってて、でも問い合わせても店長が送ったやつ届いてるって言ってんですけど、本当に送ってんのかって思って、学校のミスでとかって言ってんだけど、で学校に問い合わせ何回かしたら着拒されましたとか言って、いや学校に着拒機能なんかないでしょ、携帯電話じゃないんだからとか言ってるので、よっぽど受けたくないのかなっていうので、まあ、だからもうこのままだと受けらんないですか ら、 だからその成績証明書は1日で出してもらえないんですよ。当日発行できないんで、まあ日本って感じですけど、なんでもだから当日発行できませんって言われたらもうおしまいなんですね。でさらに厄介なことに、例えばその成績証明書がね、学校側に届いてたとしても、その学校側がてんちゃん側に送っちゃってたらアウトだし、明日てんちゃんに届かなかったらアウトだし、学校にあるんだったら取りに行けばいいわけですね。だから本当にでも学校にあるのかもわかんない。学校にある場合はもう松原さんが朝連れてって、朝一で岐阜までてんちゃん送って、ででも岐阜まで行くお金がありませんって言うから、それも松原さん出すんですけど、でそこで行って岐阜行ったところで学校行くかわかんないじゃないですか。本当にただただ行ってありませんでした、できませんでしたって言ってくる可能性があるので、僕は岐阜行かなきゃいけないんです。すごいことになってますね。ということでちょっと聞きたいと思います。隣の部屋の人の声がすごい聞こえてきます。いや大丈夫、ズームはカットするから勝手に。ああそうなんですね。学校の成績証明書が届かないってことですか。いや成績表じゃなくて卒業証明書が届かない。あそうだ、卒業証明書だ。卒業証明書が届かないっていうので、卒業証明書1日じゃ発行されないよね。当日発行がないよね。はい、なんで一応電話もして、直達で必要書類もちゃんとマイナンバーのコピー、両面のコピーと申請書、返信を封筒、自分の家の住所を書いた返信を封筒の計3点送って、でまだ届かないっていう。手数料は入れた？手数料、いや入れました、300円ですよ。そうそうそう、それ入ってるんだったら大丈夫けど、ね、これって見えてるんですか。まあまあぼやけてるけど、まあいや、それを送ったわけね。で、はい、学校側に言ったら連絡したんでしょ。そしたら何て言ってたの。届いてて、もうすぐ送りますからみたいな。それを言ったのはいつ。木曜日。木曜日に送りますからって言われたってことに送るって言われたんで、じゃあ金曜日に届くんだってこと勝手に思ってて、直達で送るって言ってたんで、うん、なのに届いてない。うん、いやまあ前にも似たようなことがあったじゃないですか。トイックの結果だって届かなかったでしょ。トイックの結果、河合さんがさ東京から届かなかったでしょ。同じようにそんなにすぐ届かないんだよ郵便局って。え、速達ってすぐ届くもんじゃないんですか。え、土日配達しないもん。え、しますよ、調べましたもん。え、それは市町村によるのか知らんけど、土日休んでるところが多い。速達で別に何か受け取りのサインとかいらないやつでしょ。いらないやつです。会員書き留めじゃないんで。なんで、まあだから届かないと思うよ。多分普通に4日ぐらいかかるんじゃない。で、じゃあ明日ですか。明日届くかもしれないけど、そうだから問題は、明日届く場合にあなたが家にいなかったらさ、岐阜に向かっちゃったら、で届いたら意味ないでしょ。そうなの。そしたら逆にアウトになるし、だからまずは明日朝一で電話して、そもそも学校は本当に送ってるのかっていうのを確認しないといけないわけで、あの学校の電話が8時からしか繋がらない。8時半って書いてあったよ。8時半か。あとはだから営業時間外ですって書いてある。なんかかけたけど結局繋がらなかったからね。着拒はされてないでしょ。着拒されてますとかって書いてあるけど、そんなんないだろ。なんか土曜日1回でも出たんですよ。でもすぐもうちゃんと送りましたからみたいな感じで
しつこく言われて、でもそこからもなんか営業時間外です。そう、着教じゃないじゃん。別に営業時間外は営業時間土曜はだって営業時間外だから本当は。あ、明日だから河合さんにちゃんとかけてもらって8時半にですか、うん、僕はどうすればいいんですか。それで学校にありますだった場合は行くわけですよ、岐阜に。当たり前ですけど、はい、あなたが行くか分かんないから、ちゃんと行かない可能性が全然あるから、松原さんがわざわざあなたを迎えに行って、はい、新大阪まで送っていって、で岐阜についても行くか分かんないから俺が岐阜に行かなきゃいけないわけですよ。マジ、だって逃げる可能性の方が高いと思ってますから僕らは。いや逃げない、行かない可能性の方が高いと思ってますから。あ、でも金がないから行けないし。いや違うでしょ、だってそんな松原さんがお金出すわけだから。そんな行ける、あ、それじゃない、全然行けますけど。だからでも逃げ出すと思ってますからみんな。いや逃げないですって。いやいやいや、もう騙されません。あんな逃げ出してきたんだから。だから本当はね、だから河合さんが行ければいいんだけど無理なんで、松原さんも用事があるっつって、だから岐阜まで行けないんで。え、高校までついてくるんですか。そうだよ、当たり前だよ、高校の俺窓口に行くよ。あんなど田舎まで申し訳ない。申し訳ないってもう遅いんだって。証明書発行のやるやつ。いやでも27日にでも送ってるんですよ。あ、9月ですよ、9月、うん、なのにまだ届いてない。それ準備は河合さんとやったの、ちゃんと。はい、ちゃんとやりました、うん、まあ怖いよ、オンラインでやってるからさ、河合さんと。だから河合さんの言われた通りにやってたのか心配だけど。いや、やりましたよさすがに。いやいや、その今までそのさすがにをどれだけ裏切ってきたと思ってんの。いや何回裏切ってきたと思って。いや、やりました、ちゃんとやりました。まあだからパターンがいっぱいあるわけですよ。それをなんでこっちがさ、もう朝から準備してさ、それを大変だったんです。こっちはさ、もう今日英検だからさ、もう動画2つ上げなきゃいけないし、でアイドル失格のイベントも間にあるし、はい、アイドル失格のイベントがあって、イベントに京香さんのイベントにも出てるんだよ。そんなのはでもめちゃめちゃスケジュールパンパンな状況なのに、この中でこの問題が朝からあるからもう大変だったよ朝。本当にすいません。わかんない、その学校からちゃんと届かないのかどうなのか。でも言ったの、共通テストで必要なんでとかって言ってないの。言いました。で7日までに必要だから早く送ってくれってちゃんと伝えてます、うんうん、もし本当にそうやってやってるんだったらもうちゃんと責任取れっつってめちゃめちゃ学校に言うけど、だから理想はもう明日大阪に届くと、で郵便局が閉まる前に行ってちゃんとやると。はい、で他のはもう準備できてるんでしょ、共通テストの書類大丈夫ですね、それ以外は。全部書いてますけど、うん、まだお金は払えてない。どういうことだ。それはあの学校の書類が届かないと払えないから、河合先生が届いたら送金するから、だから届くまでは送れないみたいな。何、送金してどうなの。お金を僕の口座に送金して、で僕が銀行で払って、でそういうこと。そういうことです。うわ、そんなに踏まなきゃいけないのステップを。なんですけど、ちょっと書類が届かない、送金できないからっていう風に話になったんで。いいよ、書類届かなくても俺が送金するよ。はい、送って、その情報。そのステップ踏んでるのがめっちゃもったいない。時間もったいない。口座情報は早く送って。僕の口座ですよね。そうだよ。当たり前って誰の口座だよ。明日払うんでしょ、だって。じゃあ明日朝一で銀行も行かないと。え？朝一で行っても空いてないよ、銀行は。ああ。その ATM で下ろすんだったらいいけど。ATM で下ろして、銀行。ATM で下ろすのはもうやってください、朝じゃなくて。今日もうコンビニで下ろしてください。わかりました。もしかしたらそれを岐阜行きに使うのかもしんないけど。いや、さすがにそれをまず下ろしてたりなんだりとかってやってたら時間もったいないから。それも何、銀行で払わなきゃいけないの、まずその。はい、かわい、じゃあかわい塾じゃない、共通テストの振り込み用紙は銀行じゃないと払えない、うん、コンビニとか郵便局とかは取り扱いできない、うん、もう銀行の窓口へ行かないと払えない。で別にその払うのはさ、証明書なくたってできるわけでしょ。あ、まあそうです。払うこと自体だからもう払っちゃって、それもう証明書があろうがなかろうが関係ない、もう時間ないんだから。でも届かないと送れないから、ただ無駄になるだけだよ。それそのお金が無駄になるのが怖くてっていう話。いや、そんなのいいよ、出す。でも、もう最悪、証明書なくて出す。そんなんでいいんです。知らん。最悪、それでやるっけない。それで、郵便局閉まる前にやるしかない。消印有効なんだから。後から書類漏れてましたって言って。いや、それは大丈夫。河合先生が全部確認してくれたんで。違う。後から書類、だってないわけだから。あ、はい、あの卒業証明書ないんだから。はい。
ない。書類漏れとかの場合はどうなんだろう。どう、電話かかってくるんですかね。わからん。これ何してんの。え、支店名書いてない。支店名、いや、支店のコードが。わかってるよ、コードで。合ってるかはわからん。で、普通でしょ、多分。はい。で、だから、いくらとかも書け。なんで、何の状況。ごめんなさい。銀行と、コードと番号しか書いて、果たしてこの額からてんちゃんが持ち逃げするのか。そんなことしないですって。もうだって視聴者は絶対、あ、これもう受けないために逃げてんなっていうふうに思っちゃうわけじゃん。逃げないって。だってさ、もう受けたくないみたいなものさ、事前に送っちゃってたじゃん。まあまあまあ、それがあるせいでより一層そう思われちゃうじゃん。ドラマを作るな、わざわざ。めっちゃ隣の歌声が聞こえたけど、まあまあまあ、ちゃんと明日起きてくださいよ。そもそも起きれませんでしたわ。松原さん、ペラリでボンボンボンって言う。僕の家の前で。そうだよ。でもピンポン押すんじゃないですか。だって親が来てるんでしょ。今来てますね。親が来てピンポンピンポンやられて。あの、道が一方通行で、車止める場所ないから。起きろということでした。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。どうなってんねん、けんちゃん。